はい、皆さんこんにちは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は9月と10月の動きをまとめてお伝えさせていただきます。2022年の中で天気っていくつかあるんですけど、その中でも10月は結構大きな変わり目だと私は思ってるんですね。5月も天気でしたけれども、この10月もまた日食があったりとかして、皆さんの動きが年末に向けて変わってきますので、単月の説明ではなく、この10月活かせるように9月もということで、ちょっとまとめてお話しさせていただきます。そしてこの星の動きは私たちの意識では変えられない運勢なんですけれども、それをどう生かすかっていう、こちらのですね、生かし方や過ごし方、活用の仕方によってかなり現実って変わりますので、お伝えしたいポイントたくさんあるんですけれども、こう9月10月をざーっと話していくと長くなりますので、私の方で厳選してここだけは押さえてほしいというポイントを3つに絞らせていただきました。ぜひ最後までご覧ください。そしてこの細かい動き、例えばですが9月27日とか10月7日とかもビジネスとか自分の気づきでいい日なんですが、こういった細かい動きに関してはちょっとピンときた時だけ LINE の方で配信しております。でいつも出してるカレンダーもこの動画の最後にまた表示するんですが、LINE でもいつでも見れるように設置していますので、ご興味ある方は LINE のお友達登録もお待ちしております。それでは9月と10月、皆さんにとっていい時間になりますように、各星座それぞれに解説していきます。よろしくお願いします。では射手座さんの9月と10月をお伝えします。まず9月は願いが叶いやすい時になります。何か一つ到達するというか、完成するというか、上り詰めるみたいな形がありまして、自分の社会や環境がとても恵まれている時です。で、社交運もあります。ぜひ外に出てください。人と関わってください。そして9月の23日以降ぐらいから人間関係での恩恵とか人とのつながりさらに良くなりますし、先見の目を得るというか、その先を見ていきたくなるみたいな感じがあるんですね。そして10月は前半はね、そうやって自分を鍛えていくとか、自分の枠を超えるにはどうしたらいいのかなっていうことをこう考える、非常にこう自己成長の期間なんですが、後半は少し流れが変わってきまして、特に10月23日以降はとにかく準備をするとか、ゆとりを持つとか、蓄えるみたいな形の流れになります。大きく言うと、本当ちょっと9月の方がこう明るくて華やかでバーンと外に出て、10月の後半にかけて少しお休みモードに入りましょうみたいな感じなんですね。でこの中でちょっと私がぜひお伝えしたい3つのポイントがあるので、ぜひ聞いてください。まず1つ目なんですが、9月の10日から10月2日まで彗星が逆行するという期間があります。これちょっと3週間も長いですし、この期間ずっと気をつけてねってわけではないんですが、ちょっとこの時ってね、こう予定変更が起きやすかったり、こう交通手段も乱れやすかったり、ビジネスは延滞したりとか、またはコミュニケーションがね、誤解が起きやすいっていうのがあるので、私たち個人個人がしっかりと確認をして、余裕を持って人と接するっていう風にしたいなっていう時なんですね。で特にこれ射手座の皆さん、この9月って社交運が良くて社会運もある時なので、もうどんどん外に出てねって、自分のやりたいことやってねって言いたい時なんですよね。だからといってそのビジネス契約しないとか、ちょっと控えめにするっていうよりは、気をつけながらそれを楽しんでほしいっていう形なんです。契約とかに関しては自分がしっかりと確認したり、もしくはセカンドオピニオンとか他の人にもチェックしてもらったりっていうふうにすれば済むことですし、ただ私がお伝えしたいのは、コミュニケーションの誤解とかっていうのは、自分の捉え方とか考え方において現実と違う考え方や捉え方をしやすいなっていうのがあるんですね。ちょっと一つ例をお伝えすると、例えば自分は一生懸命仕事をしているとか、何か一生懸命勉強している、全然進んでいない、全然できていない、覚えられないって思っているんだけど、実は周りからは、あの人頑張ってるよねとか、すごいできてるよねって思われているみたいな、自分で自分を見ているその思考だったりとか、客観的に捉えているこの情報のやり取りとかっていうのが、自分自身を誤解するっていうこともあるので、せっかく社交運のいい時ですし、運勢もあるので、人とどんどん関わってほしいし、社会にも出てほしい。その中で自分がおじけづいたり、自分を自己ジャッジして低く見積もったりせずにいてほしいなっていうのが、10月2日までの期間ということなんですね。特にその中でも9月の10日から23日までっていうのは、自分のその今いる環境においての
何か誤解っていうものを自分でしそうかなっていうのがあって、で9月23日から10月2日までっていうのはその人に対しての誤解っていうのも起こりやすいので、もうそこだけです。そこだけ気をつけてください。要するに客観的にこれって私の思い込みかなっていう視点で見ていれば大丈夫です。でお伝えしたいポイント2つ目なんですが、これは10月10日あたりの満月になります。まあもう10月2日を過ぎればそのさっきの誤解とかもなくなってくると、本当にあなんだそうだったのみたいな楽しい感覚とか人との付き合いってさらに良くなるなって感じがあるんですけど、ちょうどこの10月10日あたりですね、何かこう未来に向けてのブレイクスルーがあるんじゃないかなと思うんですね。エネルギーはとても高いです。強いです。こう10月までね頑張ったことを踏まえて、なんか私だったらできるかもしれないとか、これまでのそこまで頑張った結果が出るって感じがするんですね。でその結果を持って次の挑戦をしたくなるっていう感じだと思うんです。ですのでなんかこのあたりでもう来年のことも見てるなっていう感じがするんですよね。ですから例えばですけど8月の末に見ている来年の景色と10月10日あたりに見ている来年の景色が違うっていうことなんですね。ですからぜひ、まあ、10月10日、まあ、10日って区切らなくてもいいんですけど、10月中旬ぐらいまで精一杯自分が体験したことを思ってまた来年を作っていってくださいねって思ったんです。そしてぜひお伝えしたい3つ目のポイントなんですけど、これは10月25日から28日までの流れの変化ですね。まあ10月っていうのは本当に大きな変化の時なので、まあ10日の満月もすごいし、まあ23日あたりの変化もあるし、25も28もってボンボンボンってあるんですけど、10月23日ぐらいから変わってくるよっていうのはちょっと気づきにくいかなっていう感じがありまして、個人的にというよりはゆっくり流れていた問題とかちょっと滞っていたものがやっと流れ始めるなぐらいの感じで、そして10月25日は日食なんですが、ここから結構ガラッと流れ変わるように感じるんじゃないかなと思うんですね。まあ言ってみたら9月10月前半っていうのが結構華やかな社交運とか外に出て活動みたいな感じなので、こう10月25日あたりからちょっとこう準備に入ろうとかちょっとおとなしくしてようみたいな感じがあるかもしれません。まあもしかしたら10月10日あたりに見えたその次の世界に見えたための準備として自分がやることがあるっていうことで、外に出るよりも内側で何かしていくっていうのもあるかもしれませんね。でちょっと日食っていうのは体調が悪くなりやすかったりとか、これは皆さん全員ですけども眠たくなったりとか、あれって今までみたいなやる気がなくなってきたぞみたいなことを感じやすい時なので、決してそれはおかしなことではなくて、みんなそうなりやすい時、特に一定座の皆さんにとってはそれまでが結構華やかだったからその高低差っていうのを感じるかなと思ったんです。でもオンオフつけるってとってもいいことですし、ぜひその今まで体感したこととか体験したことを自分の中に細胞に刻み込ませるというか、もう浸透させる感じで過ごしてみてください。またね11月12月に関しては別の動画で詳しく年末に向けてのまたポイントをお伝えしますが、まあ9月10月の流れはこんな感じなんです。はい、であとちょっと付け足しで言うならば、自分の日常生活、例えばお仕事してる方 でしたら会社の中での出来事とか、まあ、もしくは自分の生活環境とかにおいては少し葛藤を感じやすい時期なんですね。これは射手座の皆さんに限らずなんですが、9月中旬から10月中旬っていうのはそういう何かしらの葛藤があって、その葛藤を通してこそ次の恩恵っていうのが見えてくるんですけど、射手座の皆さんにとっては自分の考え方とか伝えたいけど伝わっていないとか理解しにくいとか、仕事においてのなんかどうやって自分を表現するかとか、そういったこう葛藤の中での9月10月は自分の可能性をもっと広げていく、何に挑戦していくか、社会に出ていこうみたいな時なので、すごくこれはいい経験になるんですね。その経験したことをもって10月10日あたりにまた何か感じることがあり、それが来年につながるんだなと思ったんです。もう来年というか、まあ、特に今年の12月21日以降ね、またチャレンジ精神ムクムクってやってきますし、おそらく誕生日を迎える頃にはまた全く違う流れを感じると思うので、10月の後半は抑えめに、そしてそれまではぜひ
チャレンジして、ちょっと自分の考えとか誤解とかだけは注意しながら、ぜひチャレンジして外に行って経験を積んでほしいなと思います。まあこんな感じです。またですね、新月とか満月とかの時間や細かい日付に関してはこの後のカレンダーをぜひご覧ください。そしてまたタロットもその時の心境は9月前半後半とか10月前半後半でその都度動画アップいたしますので、楽しみにしててください。はい、ということで今回は星の話だけお伝えさせていただきました。もし何かしら参考になったよという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、そしてコメントもお待ちしております。ではまたすぐに次はタロット動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。